オーギュスト・クレサンジェ、オーギュスト・クレサンジェは、フランス・ブザンソンで生まれ、パリで没した彫刻家である。フルネームは、オーギュスト・ジーン、バティスト・クレシンジャーという。生はしばしば、クレサンジェとも表記される。パリのペール・ラシェーズ墓地に建てられた、作曲家、フレデリック・ショパンの墓の記念碑を建てた人としてよく、知られている。なお、彼の伝記については、不明な点が多い。 オーギュスト・クレサンジェは彫刻家であった父親のジョルジュ・フィリップ・クレサンジェから絵画と彫刻の教育を受けた。1843年にパリのサロンにジュールディ・バルダオン施爵の胸像を出品してデビューした。4年後の1847年5月、女流作家ジョルジュ・サンドの娘ソランジュと結婚した。蛇に噛まれた女、1847年、大遺跡。 オルセイ美術館同年、サロンに蛇に噛まれた女を出品し、そのエロティックなフォルムで物議を醸した。1849年には、レジオンドヌール君賞のシュバリエ賞を受賞した。その後もクレサンジェは、パリの美術界で活躍し、1864年には、最後の展覧会を開いている。彼の残した作品は、パリのオルセイ美術館などに所蔵されている。 結婚の1年前にジョルジュ・サンドに小説を送られたのを定期に、クレサンジェはサンドに手紙を送ったり、彫刻を送るようになった。やがてサンドはパリの自宅にクレサンジェを招くようになった。1847年2月に、娘のソランジュがパリで別の男性との婚約を破棄して、ノアンに帰る前にも、クレサンジェはサンドとソランジュの共造を制作した。 4月になってクレサンジェはサンドのノアンの館に現れソランジュに求婚し受け入れられた。ソランジュの妊娠騒動などを経て5月にノアンで結婚式が行われた。結婚して1ヶ月後当時2万4千フランの借金を抱えていたクレサンジェはサンドのノアンの館に財産狙いに行きクレサンジェに殴られたサンドの息子モーリスが銃を持ち出す乱闘事件が起きた。 このため、クレサンジェ夫妻は、ノアンの館を追い出されたが、この時、ソランジュの求めに応じてショパンが馬車を貸したのが、きっかけとなって、ジョルジュ・サンドとショパンの9年間続いた関係は、破局した。しかし、その後もショパンは、ソランジュと連絡を取り続け、何かと面倒を見た。クレサンジェは、国民軍に入隊していたが、ソランジュに頼まれてショパンは、面会に行ったりもしている。 パリのペール・ラシェーズ墓地にあるショパンの墓。クレサンジェが彫刻した翌1848年2月、ソランジュはギュリーでジョジを出産したが、4日後に死亡した。その連絡を受けたショパンは、パリにいたクレサンジェと連絡を取り続け、何かと援助したらしい。さらに、翌1849年5月、娘ジャンヌが生まれた。8月、 猛暑で人々がパリを脱出する中、逆にクレサンジェは一家を連れ10日間をかけてショパンの住むパリ郊外の社オ用にやってきた。ショパンは友人への手紙の中で一体彼の頭はどこについているのかと批判している。1849年10月17日、ショパンはパリで39年の生涯を閉じた。ソランジュがショパンを見取り、夫のクレサンジェが ショパンのデスマスクと左手の石膏像を取った。彼はペール・ラシェーズ墓地に埋葬されたショパンの墓の記念碑の彫刻をデザインし、これは一周期の1850年10月17日に除幕された。なお、娘のジャンヌはジョルジュ・サンドに可愛がられたが、1855年のクレサンジェとソランジュの別離の直後死亡した。ありがとうございます。